こんばんは、こんばんはっていうか、そうか、それあれか、みんなの都合のね、時間、見る時間あるからね、別におはようございますの場合もあるもんね。なんかよくわかんないけど、あの、満劇、家ご、おうちご飯言って、正直ね、僕あの、まあね、夜は最近抜いてるの。自粛中にね、すごく太って、そう、お酒が好きだから、ちょっと飲んでたのよ。じゃあもうね、太ったんでね、夜はね、あんま、あの、控えるようにしてんの。控えてんねやけど、やっぱりどうしてもやっぱお腹って減るもんやんか。運動もしてて、ちょっとこの後走ろうと思ってるし、お腹をちょっとでも満たすっていう意味で、ちょっとプロテインを飲んでるの。鵜呑みにしてるのよ、プロテインを。そのプロテインの効果をね、なんかみんな言うから、それを鵜呑みにしてんの。用意するものはこちらです。ここにあると思います。この辺に。プロテイン。あと牛乳もね。ちょっと牛乳取ってくるわ。うん。ごめんね。で、これ作り方じゃないけど、何ですかね。難しいです。プロテインの作り方。普段飲んでるのは、このプロテインです。レンジの西で見てる。まずこのプロテイン用の容器があるからそこに牛乳をね入れます。これねやっぱり僕好きなのこの美味しい牛乳っていうのは入れます。で僕は基本ね 200ml やからということ 200ml ってことは、200ml か。うん、そやな。牛乳入れた後にプロテインを入れるの。もちろんこぼす場合もあるからなんか下に何でもいいよ、引いてもらってやった方がいいのかな。うん、見て、深爪やすごいやろこれ。噛んでまうね爪。昔からなんかそれだけ治れん。昔のなんかさ癖いっぱい持っててさっていう癖もあったの昔。これしないでも息できるんで。プロテイン用のスプーンに一杯。これだけでいい。これ入れるのがね、こう、難しい。あ、めっちゃこぼれてるわ。うん、今から、だから、ちょっと正解見せるから、ちょっとちゃんと見てて。プロテイン飲んでる人おるかな？みんな待っちゃうの。これね、蓋をね、こう、閉めるでしょ？で、みんなここで、絶対に、間違えてんの。これね、プロテインね、振るの。これしないと混ざらないから、これで振るねん。そう。痛い。あ、顎かいた。びっくりした。脳揺れた。脳揺れた。びっくりした。それは気ぃつけてね、顎バーンいかれたりするから。これね、タンパク質がすごいの、タンパク質。もういいかな。いいよ。これもうちゃんと混ざってる状態やから。で、あとみんな、あとこっから、間違えてんの。絶対、最初。みんな間違える。プロテイン、まず最初振ります。振って、こっから、全員、飲まなあかんねん、これ。これ、飾ってる人もおるからね。テレビの横とかに。いや、これ飾るもんじゃないから、飲むもんやから。お箸で言ってる人もおるね。液体やから、お箸つかめないから、飲むもん。いや、もうこのまま飲むから。別に映さんでいい。このままでいい。うん。いただきます。うん、これね、ミルク味やの。プラス、牛乳足してね。これも癖。小指立ってまうの、俺。なんとも言えないな。うん、でもやっぱり最近のプロテイン飲みやすいね。うん、すごい飲みやすい。ほんまはトレーニングした後に飲む方が
いいんやけど、まあ、今日はちょっとね、今日のこのシャツやったから先に飲んだけど、この後走ってきます。んで、また次の、おうち、ご飯で、なんかできたらいいなぁと思ってます。はい。ということで、皆さんももしよかったらプロテイン試してください。はい。じゃあ、でした。